こんにちは、サックスの川原塚雄二です。この間というかもう1ヶ月ぐらい前になっちゃうんですけど、トリオレさんからソプラノのリードが発売になりましたよということで、この動画上げさせていただいたんですけど、実はこれなんかその市販品とちょっと違ったみたいで、まあ、ほとんど変わらないんですけど、だからこの間の動画の続きみたいな感じでちょっと見ていただけるといいかなと思うんですけど、改めてその今売ってる、まあ、この間発売になりましたよっていう動画だったんですけど、まあ、そのまま店頭に並んでるこのシリーズですね。なんだろう、 S から一応5段階プラス H2 っていうのがちょっとあるんですけど、これもうちょっともう一回吹いてみようかなと思いますので、参考になさってください。で、この間とちょっとね、時間が経っちゃってるので、全く同じってわけにはいかないかもしれないんですけど、ちょっと吹いてみますね。で、とりあえず最初、まあ中間なのかな、ミディアムを吹いてみようかなと。僕には柔らかいですけど、この間吹いたやつよりもちょっとなんかこう丸い感じの音になってますね。あのピャー感がちょっと減ってるというか、まあ、抵抗がついてるかといえば、まあ、ついてるんでしょうけど、なんか全体的にリードが鳴るようなイメージにちょっとなってます。この間のは割とこうなんか先端が振動してるっていう感じがあったんですけど、これ全体になってるので、だから人工リードで言うとレジエールのあのシグネチャーの方にちょっと近いですかね。この間のがアメリカンカットに近いとするならば、だからまあクラシックの延長で考えるそのソプラノの明るい音色っていうことであれば、こっちの市販の方がいいのかなと思います。ちょっと厚くしてみますね。今ミディアムだったので、じゃあミディアムハード、はい、ミディアムハードです。こっちの方が僕は自由度が高いかな。なんかちょっと熱くなってるだけっていうことなんでしょうけど、音色はちょっと違いますよね。だからこの辺はなんか厚さで選ぶっていうよりかは音色で選んでもいいのかなと思いますね。なんかね、そんなに熱く感じないんですよね今。でさっきのが、まあ、ちょっと薄いからこれがちょっと熱いはずなんですけど、同じ厚さの中のなんかだから足のリードで言ったら同じ厚さの箱の中のなんか違う種類みたいな、そんな感じがしますね。ちょっともう一個上げてみましょうか。次ハードですね。はい、では、ハードです。これもなんだろうな、もうちょっと熱くなってるはずなんですけど、そんなに熱さを感じないですかね。もちろん最初に吹いたミディアムよりかは熱いです。熱いけどミディアムハードがまあほんのちょっと熱くて、さらにほんのちょっと熱いっていう感じですね。僕足のリードは緑ジャマの3番を使ってるんですけど、それと同じかこっちの方がやや薄いような印象で、息の入り方としては暑いからなのか腰が強いからなのかちょっと詰まる感じがあるので、ピアーっと鳴らしたい人であれば最初のミディアムとかの方がいいかもしれないですね。じゃあ最後にその H2 っていうのをちょっと吹いてみようかなと思います。H2 です。
これ熱い。これは、うん、さっきの H と比べて一気に熱くなってますね。なので、僕はあんま吹かないですけど、青箱の3番に近いかなっていう感じです。だから、吹奏楽とかクラシックやる人はこっちの方がいいのかもしれないですね。だから僕が普段緑ジャバの3番を使ってて、まあちょっとピャーっていう感じが好きではあるんですけど、まあそこまで開いてないというか、ややそのクラシックの音色の良さを残した上での明るい音色っていうのを求めていくと、多分僕的にはミディアムハードぐらいがちょうどいいのかなと思いましたね。で、まあまとめなんですけど、まあ人工リードね、もう何回も僕言ってますけど、各社からいろいろ出てきて、なんかね、みんなものすごく研究頑張ってるんですよ。で、それぞれやっぱりちょっと方向性がちょっとずつ違うというか、基本的には足のリードを目指してるっていうところは多分変わらないんですけど、その中にもやっぱ個性が出てきてるので、その中で皆さんが足のリードもね、今までこう選んできたと思うんですけど、それと同じ条件で人工リードも選んでってもらえたらいいのかなと思います。ただ足のリードよりも単価は高くなってしまうので、まあ一回買ってね、ああ失敗しちゃったってなかなかなりたくないじゃないですか。だからまあ慎重に選んだ方がいいと思うんですけれども、まあ、人工リードは最近試奏してから買えるっていうお店がちょっとずつ増えてきてるみたいなので、もしまあご自宅のね、近くの楽器屋さんでまあそういうことをやってるっていうのがあれば、どんどん利用していただいて、ね、選んで買えるわけですから、それを使わない手はないかなと思います。トリオレさんのやつは値段がまあ何回も言ってますけどお求めやすくなってるので、まあ、ちょっとお試しでね買っていただいて、まあ、僕は結構そのジャズフュージョン寄りの演奏を普段しているので、僕のその緑ジャバの感覚で言うとやっぱミディアムハードぐらいがちょうどいいのかなとは思うんですけど、なんかね、その吹きやすさで厚さを選ぶっていうよりかは、自分の好きな音色が出せるかどうかで、このミディアムなのかミディアムハードなのか、あるいはミディアムソフトなのか、その辺を選ぶ方が僕はちょっといいのかなと思います。アジのリードもそうですけど、厚さを選ぶ基準って、その自分がまあ吹きやすい、まあ、吹きにくい中でね、無理にやってもしょうがないので、吹きやすさがまあ第一優先っていうのは分かるんですけど、やっぱりこの出てる音色が自分が満足できるかっていうところ、になってくると思うので、で、まあ、リードってやっぱそのね、結構重要なので、音色を作る上では。マウスピースの次ぐらいに多分重要ですよね。なので、その辺もちょっと考えながら選んでいけたらいいのかなと思います。まあ、最近はね、この取扱店もいろいろ増えてるということなので、ぜひ1枚、リードケースに忍ばせておくと、まあそのいざっていう時の安心材料にもなるかなと思いますので、おすすめいたします。ということで今日は、トリオレリード、ソプラノのそのちゃんとした市販品の方、ちょっと吹いてみました。参考になれば幸いです。で、今バリトンの方のリードも、来てるので、それもまた別動画で上げていきたいかなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで今日はこの辺で失礼します。どうもありがとうございました。